はい、問いにはですね、こちらの伝達関数4次ですけどもですね、 2s の4乗プラス何々のような形の伝達関数に対してですね、ラウス、そしてフルビッツ両方の方法でですね、安定性を調べてくださいということになります。これですね、制御ではよく出てくるラウスとフルビッツの方法なんですけれども、きちんとそれについて勉強していきましょう。まずラウスの方法をやっていきます。はい、まずラウスの方法を使ってですね、こちら判別していきましょう。こちらの分母多項式なんですけれども、それでですね、ラウス数列を計算してあげてください。ここではですね、ラウス数列 の、まあ、最終的に出てくる数字だけをですね、このように書いていますけれども、この数字がですね、すべて上から下まで全部正であるかどうかをですね、確認するというのがですね、まずラウス数列で考えることなんですけれども、意外に忘れがちなのがですね、こちらなんですよね。分母多項式のすべての係数が正であることっていうのをですね、まず確認してください。いいですか。まずラウスでもフルビッツでも分母多項式一つでもですね、負のものがあるとですね、ダメです。いいですかね。ですので、まず分母多項式のすべての係数が正であることを確認した上で、ラウス数列、そしてラウス数列のすべての係数を調べて、括弧、小括弧ですね、の1と2を使って安定であるということをですね、示してあげてください。いいですかね。はい、これではです、それではですね、フルビッツの方法に行きましょう。はい、これはですね、H1 から H3 まで求めてください。今回一番大きな次数がですね、4ですので、H の3まで求めるということになります。はい、最終的にはですね、このように。1、分母多項式のすべての係数が正であること、そしてですね、フルビッツの序列、H1 から H3 までですね、すべてが、正であることを、確認していただいて、この2つの条件から安定であるということをですね、導出してください。ですね。そしてですね、ここで1つテクニックを教えておきます。実はですね、まず、1、分母多項式のすべての係数が正であることを確認してほしいんですが、今回の予習の場合ですと、このフルビッツの乗列 H3 だけ求めれば十分だということも伝達的に分かっています。詳しいことはですね、動画の備考欄に載せています、杉江先生と吉田先生が書かれている本を読んでみてください。そこのですね、フルビッツのところを読んでいただければ、よく分かると思います。今回、一応 H1 から H3 まで全てやりましたけれども、 H3 だけで実は、十分だということもあります。さあ、今回はですね、ラウスとフルビッツについても、勉強しました。これで今回の動画は終わろうと思います。お疲れ様でした。